おはようございまーす。皆さん、おはようございます。あ、花火大会が辻さんが、つけてるね、辻。ただいまの、時刻は、2020年8月16日日曜日の午前8時54分です。今日は、よいしょ、花火大会を開催します。今日のネタや、雨のリモシュート合わせてお楽しみくださいね。で、本日の外の説です。今日、おやじみに、富士山の方、よろしくお願いします。さ、富士山さ、前回編集してる時思ったんだけど、多分、羊の住民だと思うんだよね。羊の女の子の住民だと思うんだよ、富士山。違ったっけ？そんな名前するよ。その気がしてたんだよね。まあ、楽しみですね。富士山、以上、ありがとうございます。ようこそ。ようこそ、エリア島へ。ウェルカムトゥエリア島。さあ、本日もよろしくお過ごしください。ウェルカムトゥエリア島。富士山。多分、羊の住民だと思うんだよな、女住民。もう、ろくに、12年、どうぞやって、がね、発表後に、今さんの部屋は、73,350 ポイントランクです。個性が入るコーディネートですね。褒めてるの、それ。まさにリビングというイメージが、と表現されています。天使と言わず、ここはもう、順次は、というを楽しんで、発表後に、ありがとうございます。でさ、俺、8時台で、ね、初めてな気がするんだけど、小美人初めて聞くんだけどね。上級のとこ、朝だから。金閣寝てる？熟睡中、起きてるみたいな。寝てんのか、金閣。寝てんのか。9時に起きるのかな、住民。おねぼうさんだね。いいな、俺も9時まで寝たいよ、毎日。いい生活してんな、金閣よ。棺で寝てんのか？ちなみに何やってんの？おはよう、こういうので。よきだな、最近立ち寝るぞ。なんだ違うのか、うんうん。あ、来てよ。まあ、準備できてるか、これ、シュガー見てくれぞ。そうね。はい、皆さん、見てくれ。お越しきれいになった。へえ、楽しみだ、うんうん。楽しみしてんだ、ちょうど。花火大会楽しみだね。今年はもうあと2、3回だよね、花火大会。あと3回が競技で。あ、下手やってない。ABC 下手、あそこ違う、下手やってないんだ。9時までなんだ。9時からなんだ。あ、楽しい商店やってんのか。木製セブン、テスト。いいじゃん、楽しい商店やるじゃん。やってんだ。早いね。何時までやってんだ、夜は。朝早いね。8時からやってんだ。楽しい商店。こんにちは。いらっしゃいませ。一斗缶。はい。これは？あ、ミクサーセット。いいね。サブウェイとか。あ、結構高い。よし。はい。モダンな障子。ない。ないです。よろしくです。マウンテンバイク。安いね。こんなやつ買いたいな、マウンテンバイク。現実も。これ、ジムにあったっけ？ウクサンドバッグ。ジムに欲しいな。でも、オクトボクシングジムになっちゃうんだよな。俺、チョコザップ目指してるか、俺のジムは。ノリクさ、ノリックか。で、今日は日曜日だから、株の買い取りはお休みだよね。さよなら。あ、どうしましたー。そうか、8時からやってんのはいいなぁ、短期商店。ちょっと鼻水が出るなぁ。冷房効きすぎたか？今何時？ 9 時8分。あ、富士山いるなぁ。起きてる？うわ、エリア島に合わない家。初めて見た、こんな、暗い感じの家。合わねえな、エリア島になんか。で、掲示板が。虫取り大会のお知らせ。次の土曜日8月22日は虫取り大会です。たまったモニターは豪華商品に交換してもらえるそうですよ。売ってご参加ください。わかりました。アピちゃん。ヤッホー、マピョン。ご参加サンキュー、キドン。トヨタの平行越しときもね、すみませんも。最近、キャンメルがうちしくと思ってるの。今度はハムコシ食べよう。キャンメルを。塩キャラメル美味しいよね。なんか、スーパーのレジの横にあるキャラメル。
皆さん、本日のナビテクで、ちょうど今、準備してるところなんです。このナビテクでは、おじいちゃんのナビを、ぜひ君も予定するんですよ。そうだ、ダビの間を見せるので、よろしくお願いします。まず、チャンネルも、テクで、お見せるので、前に作ったことないな、そういえば。はい、これでしょうか。遊びしに来たよ。動いて入れたい、言ってきたんですよね。はい、皆さんで、ご準備こちら。遊びしに来たよ。これで、ね、スキルで調子で、その次は動いてくださいね。私が飛ばしてきて、いかがしたくさじ、ねってしょうねって、かわいい。これで来ちゃいますけどね、ちょっと目がっちゃって。なんだかやっちゃいます。遊びしに来たよ。ああ、おんちか。テレキッチ。すみません、まだ準備中なんですが。いや、これはまさにないですが、曲を通り、今お伺いして、お伝えしようと思ってです。中学で、アンテナが始まったら、ぜひ、言ってくださいね。まぁ、また、また行きます。6人前様に行こう。はーい。タクチ大変だね。寝不足でタクチなんか。あんな顔だっけ、前から。よし。タクシービング。コサックソング、これ持ってない気がするな。コサックソング持ってない気がするな。コサックソング気になるな。見に行こう。持ってるかどうか。多分持ってないと思うんだよな、コサックソングは。コサックソング見に行くか。キングがここ来た？取れない。キングがここ来たかな？あ、起きて起きて。キングくー。金閣やーい。おはようございます。どうしてんの？寝起きたか目抜けてんの？パスタ巻いてる？向こうを上げてた。遊びに来てたよ。ありがとう。機嫌いいな。話来てよ。しかしあれだな。負け女子の予定するのはよくかんねえもんだな。そう？とても変だが、今つって投げぶつかるぞ。あーね。あれだけの強い時間が感じないかと思うんだが。ほら、結構みんな疲れてたけど、いや、どうせ。おじいちゃんじゃん。確か大変そうだよね、あのブーツ。まあ、おしゃれに、おしゃれする女は可愛いからね。僕は性別非公表だけど。こうじゃない。君は雑誌キャンペーン。OK。で、コサックソングを見に行こう。多分持ってないと思うんだよな、コサックソング。今、食べめがこさん応援ソングを流れてしてるけど。コサックソング。コサックソング。あ、ないね。ないっすね。買うか。マップじゃない。今、チラッと見えたなぁ。フレイさん、チラッと見ちゃったなぁ、今。見なかったことにしよう。フレイさん、見ちゃったけど。見ちゃったなぁ。マップ間違えていただいたら。荷物いっぱい？いっぱいだなぁ。そうだなぁ、探検棒。探検棒、落ちたの言ったか。ひまわりの中身でリワコンもつけてたよね。うん。赤ちゃんの帽子もつけてた。ちょんまげするか。よし。じゃあ、置きに行こう。株も買いたいからね。あの穴かん、穴かんむりしゅうのを、探検もしゅうのを、赤ちゃんの帽子収、あ、すみません。エプロンテキサート収納しよう。で、サッカーズボンも収納。あ、じゃあ帽子収納。で、ケースディーシャツも収納しとこう。なんて、僕たち。こんな感じかな。よし、行くか。
じゃあ、シャティア行って、富士山に会いに行こう。あそこ隙間探したい。午前中に。そうだなぁ。この椅子、邪魔だなぁ。ビュードアップ多くない？なんか。ビュードアップ入れないよ、こんな。で、モブオン座っちゃうけど、ナシミの帽子を置くとこ。帽子、ナシミの牛か。ナシミの帽子ではない。お盆だからね。よし！仕立て屋、オープンした？へい！いらっしゃい。こんにちは。暑い。すごい汗かいてんだけど、今。学生食いてまんな。サイクルジャージ。いいですね。タンクトップチュニック。トレンディーだけど、トレンディーだね。石田純一さんとか着てそうな。着流しいいじゃん。歌舞伎の方もいいじゃん。花火大会だからこういうの多いのか。花火大会だからな。ジンベエじゃないの？男プレイヤー向きの。歌舞伎型、まあでもそうか。着流しで歌舞伎型と違うの？歌舞伎型が派手なのかな？あ、僕、ここカメディ。泥棒じゃん。ネオンサングラス。ヒゲメガネ。ヒゲメガネさん。いや、これで。はい。あ、可愛く着てんな、俺。そうだなぁ。いや、いっか。オッケー、またどうぞ。富士山会いに行こう。もう、さっきチラッと見ちゃったけど、マップで。そう、マップになくて見えちゃうのか。まあ、俺の予想通りでしたね。富士山なんか、なんか個性的な家にしてるじゃないですか。そう、暗めの。ヤダイさんがいた、そこに。さあ、富士山。やっぱりそれ、特に、12年だ、動物の実況して、暗っ！部屋暗くない？なんか。こんな暗い部屋にいたらなんか、気分も落ち込んでるし、なんか、色も黒いな。なんか、時代系っていうの、こういうのって。おー怖ーごめん、正直言っちゃった。ほんで言っちゃった。富士さん、なんか、大丈夫その目の色。大丈夫？富士さん。富士さん。また個性的な人が、よししてな。何系だ？姉系か？あたし系に見えな、こちら。姉系だ！よ、なんだこちらって顔怖い。怖い、富士さん。目の色大丈夫？そういう色だ、もともと。こちらいる。さっき言ってくれたんだ。富士のやつとかさ、とりあえず逆にやってこいよ。よろしく。お疲れ、お疲れ、お疲れで口癖なの？お疲れ様です。よろしくお願いします。富士さん。羊準備初めてじゃない？じゃあ、茶葉でもいいのか？茶葉の羊だもんな。羊準備増えたな。たった羊に囲まれてさ、ちっちゃいおちゃんちゃって、気がついてないですね。ちなみに、やーちゃんってさ、どんな横が、うん、決めてんだよ。お疲れ、お疲れ、お疲れ様です、本当に。富士さん、うわぁ、うわぁ、見つけてる。だから、個性的な人が来たな。さあ、とっとと片付けするか。とっと片付けするか。いや、とっとかぶたみたいな言ってしまってたな。大体もこんなもんじゃ、一応やってたね。せっかく訪ねてくれたところ行くよ。今日はずっとバタバタしてるから、明日より行くようなすじゃないか。これをつまを巨人に飲んでくれたなんて、お疲れてしまうね。何かにはがむきついから、もっと抜くに行くないよ。気合でがむしくないね。お疲れ！あえてこれをこうして、うん、何のミスターが違う。うまくなってこっちもね。お疲れ！ちなみにやったんちさ、なんかこういうふうにやったんだよ、つくれ。わかった。富士さん。富士さんよろしくね。ごめんね、怖いとか言って。でも怖いわ。ちょっと怖いわ、富士さん。富士さん、ちょっと怖いわ、俺。どんな部屋なのか楽しみだね、でも。富士さんの部屋。さよなら、よろしくね。よろしくお願いします。富士さん。富士さん。
ひじさん、あびちゃん着替えてんな。じゃあ次探すか。ジャックとかブースキー受け見てないしね。あ、あんじゃん、あんじゃん。ルッキーがいる。これは足5です。ヤッフー、賢いした。ルッキー釣りしてんのか。ナタリーさん。こちら。あら、馬さん。おかげで終了でしょ。来ましたもん。今日は無理早起きしたから、いっぱい YouTube 連れて、なんて言うんだわでしょ。早起きはなんとか解けていますからね。サーモンも解くね。化石ねえな。いつもこの辺に2番あるのに。ない。セミいっぱいいるな。昨日化石3個しか見つからなかったからね。今日5個あるはずなんだけど。ウッキー釣りしてやめちゃったの。ふぅ、ちょっと出てきてたかさ、おいおい。うるさくない？ここ埴輪で埴輪でうるさくない？ここ一息つくには。この場所は誰だ、あれって。どさこさんか。どさこさんだ。今日釣りてるかじゃないのに、ここ取れない。埴輪多いな。貸し木は足らねえな、今日は。もし住宅街行くか。島クリエイターしたいけど花が多いな、マジで。ブースケも釣りしてんの。お少ないやーい。ブースケすごいよー。キュン貸し切れましたね。ヤフー、貸し切れました。そろそろスコップとかも怖いそうな気するけどな。ああ、ここにあるんだ。貸し切れした。ジャックいいのかな。ういちゃんいないの。ういちゃんいた。温泉に違いとうございます。毎時もあるな。貸し切れました。センビルを入れます。ヘイジャック、何してんの。おや、来てくれたんだね。ヨッホー、あれでしょ。そりゃそうと、今日同意説全然やってよ。ありがとう。それよかったら三月するんですよ。ああ、ここに行ったら飛んでるときに似合うの、この服に。すぐ集まった。ふふ、大丈夫、うまくなら、きっとやるよ、君。ありがとう。三角サングラス。なんかすごい格好やってきたなぁ。ちょんまげにありえよ。ありがとう、ジャック。よし。ウイちゃんこの辺行ったよね。みたいにいた。よかっち見にいるのか。ギャワしてんのかな。よかっちー。何もしない。花火大会だからだいぶ出会いしないのかな。遊びに来たんで、超嬉しい。ね。話来たよ。あ、だってさ、漫画描くんでほら、飲んだ。へぇー。今言うのは、君の喉の仏に恋してって言ってる漫画だよ。君の喉の仏に恋してんの？そうなの？またすごい、性癖だな。読んでると、すごくキュンキュンしちゃうんだ。でもそれ、君の喉吹くんじゃないか。君の喉。君の喉だけで恋して。君の喉。略すのはそうか。略すのはそうだよな。喉仏ね。よかった、喉仏って言い方で。別の言い方だったらちょっと危なかったけど。化石一回、
あ、お金がないな。いくら飛ぶ。はい、しゃい。呼び出せた少し。16日は、おんのくせに。高っ！でも買うけど、買うけど、買うけど高いね。900株？ 900 株買う？ 100 ナビ高いな。買うけど、いいけど、買っちゃう。高いな。足元見られてんな。上がってね。おう、おう、おう。ちょ、今日高いから900株でいっか、今日は。じゃあ、株を置きに行くか。で、午前中はどう？時間もいい感じなんでね。よし。貸し切りはとにかくどっかに狙うはずですね。株を置きに行きましょう。いや、今、一回終わろう。一回終わります、ちょっと。株を置いてて住民来たかもしれないんで、ハビタイ会中には来ないし、住民。ハビタイ会中の手から置きましょう、株は。じゃあ午後に続きます。ハビタイ会編もよろしくお願いします。